ヌのあらすじ。世界滅亡の危機です。私たちはどこで間違えてしまったのでしょう。このまま運命を受け入れるなんてできない。原因を探るために過去を振り返ります。というわけで、もう一度見たいホログラの世界滅亡のトリガーになりそうな新ランキング始まるよ。第10位、水星列車。水星ちゃんが電車ごっこで遊んでるシーンだね。一見楽しそうに見えるけど、斜めなの。楽しそうに歌ってたのに。いつもご機嫌だと思うなよ。顔怖。確かに怒りは終焉をもたらす可能性をはらんでるね。今回はこういう企画だよ。わかってくれたかな。なんだこれ。第9位、わためもコーヒーが飲める羊になる。ブラックコーヒーをスバルちゃんの顔にぶちまけた後のシーンだね。お父様にできるかしらね。できる、絶対。じゃあまず自分の状況を理解しなきゃね。この技はプロレスラーの方にも使っていただけたんだとか。でも仲間にかけるのはほどほどにね。第8位、パルしとけよ。ここは森のチンソーダーに絡まれたシーンだね。目覚ましとけいくん、いいやつだったよ。この時トケイ君のアラプル魂が目覚めたのです。うん、良い子は起床の時間だね。ほらほー、ここでトケイ君のアラプル魂が目覚めなかったらこんなことには。第7位、コロさん、コロネちゃんが起業するシーンだね。コロネカンパニーだ。わーい、あの後コロネカンパニーは上場したんだよね。第6位、なんで壁の中に埋まってる。状況は見ればわかるね。レポートの練習してたら埋まっちった。アホピコねー。ネコラちゃんだって紙に人参埋まってるじゃん。こんなに煽らなければシオンちゃんが暴走することもなかったのかな。第5位、次はいきなり来るよ。ようだよ。このシーンツイートが多すぎて世界がびっくりしちゃったのかもな。第4位、次もいきなり来るよ。気をつけて。ブーン、バリ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 。ラミちゃんは何してるんです。暇だから芝刈り機のモノマネしてるんだって。この後芝刈り機が爆売れして緑が消えたんだよね。第3位、まつりちゃん、心を白くしすぎて常に笑顔。心の綺麗さに比例して素晴らしい音が鳴るトライアングルを手に入れたまつりちゃん。まつりならきっといい音色が。鳴らしてみよう。せーの。当時のマイナスイオン吸引大姉妹の影響力はすごかったよね。吸引大姉妹の結成のきっかけになったんだよ。第2位、私は春の彼女。春を探して走り回っていたらなんだか不思議な空間に来ちゃったねねちゃん。パワーを授ける。それで奴らを見返してやれ。頑張ります、ミカ先輩。ミカじゃなくて神様つってんだな。シュタ、あ、帰ってきた。春パワーをつけて帰ってきたねねの力を見よう。すぐ治った。えこの後世界から四季が消えたんだよね。とこ春で過ごしやすかったな。春の神様。第1位、スバルちゃんに捕まったハートちゃんがブチギレながら帰ってきたシーンでね。ルシアは一体何したってんだい。こうして破壊機は終焉を迎えました。ガンブリア爆発から続いたホロライブもまた一旦の終焉を迎えるのでした。終焉の原因ってそういうことだったんだ。次するのは新生代初頭を待つことになります。ちょうど私は寝てたから知らなかったんだね。終わり。やば、もうそろそろここも危ないかも。また来週。